中止は中止、うん、行くよ、うん、さあ始まりました少量チャンネル、翔太です、りょうです、少量です、少量です、はい、というわけでですね、今回の動画なんですけれども、はい、報告あります、決意表明の、うん、報告をよくわかんないけどをしたいと思います。自分で言う、あ、うん、言う、なんと翔ちゃんが仕事を辞めました。まあ仕事を辞めたんですけど、なんでかっていう理由があるんだよね、うん、まあそのなんか YouTube をね、うん、今以上にもっともっとやっていきたいなっていうのが、うん、やり始めてからどんどん思うようになってきて、うんうん、やっぱ得れるものも大きいし、うん、とかもそうなんだけど、うん、そうそうそう、とあとは何、今後2人でお見せしたいなっていう風にずっと話してて、うんうんうん、まあ、それの準備とかもしていけたらなと思って、うん、でそれでまあ正直なかなかまだまだその YouTube で食べていくとかはできないから、うん、なんかまあね、バイトとかはするけど、うん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 、そりゃそうだよね、まあ、うん、でもまあその分その編集の時間だったりとか撮影の時間をもっと増やせればなと思ってそういう形を取りました、うんうん、だからネガティブな、うん、あの仕事を辞めましたっていう報告じゃなくて、ポジティブな方のね、仕事を辞めました報告だよね、うん、これから頑張っていくぞっていうね、そうそうそう、でまあ僕はまだ辞めないまだ辞めてないんで僕は辞めないんですけどね、あの翔ちゃんのねサポートとあと一緒にねこの動画に出て一緒に頑張っていきたいなと思いますので、うんうんうん、これからも応援はよろしくお願いします。でもさ、まあ、自由な時間は増えるわけじゃん、まあ、うんうん、アルバイトをするにしてもさ、うんうん、やっぱり時間は自由に作れるから、ね、シフトとかでもさ、うん、希望を出せる出せないとかでやっぱね、働きながらだと社員として働きながらだとなかなかね、うん、時間が取れなかったりもするから、そうでね、ちょっとした決断ではあるけど、うん、そうそうまあでもさ、なんか前から言ってたもんね、うん、なんか、うん、いつかはやっぱりね、うん、YouTube のなんか編集とかそういうする時間が欲しいみたいなね、うん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 、でまあなんかなんていうのかな、まあ何どうにかねなるかな、そう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 思ってなあ、どうにかなるよ、うん、だってポジティブにさ、うん、やっていけばさ何でもうまいほどにね転がっていくと思うんだよね、うんうんうん、まあ努力は必要だけどね、うん、うん、なんでね、ね、そういう風にしました。でも、うんうん、ただやっぱその料理とかそういうのは好きなので、うん、それは今後もちょこちょこやっていきいけたらなとは思う、うん、うん、そうだね、うん、暗い、うん、っていう感じ、まあ不安はあるけど、うんうん、まあ頑張るしかない、うん、うん、よかった、うん、うん、はい、まあ2人いれば大丈夫だよ、うん、はい、うん、ということで、はい、というわけで、はい、今回は、うん、翔ちゃんの決意表明をお送りしました、はいはい、まあどんどん楽しいものとかをどんどんそうだ、ね、発信できればなと思ってます、うんうん、まあ、これからね、撮影する時間も、うんうん、作れるだろうし、作れるだろうし、まあ翔ちゃんだけの回もあるかもしれないけどね、それをそれで楽しみにしてもらえたらなと思います、うんうん、思います、はい、というわけで、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします、お願いします、印刷板もお願いします、お願いします、ではまた、ご視聴ありがとうございます。かわいいね、チャンネル登録お願いします、かわいいね
何？はい。